北川辺町は、かつて、埼玉県の北東端にあった、人口約1万3千人の町。埼玉県側の渡瀬せ遊水地の玄関口として知られる。また、鉄道で駅から歩いて、渡瀬せ遊水地に行くには、埼玉県内の東部日光線の野牛駅が一番近い。また、オニバスが自生している。農業が盛んで、埼玉県内一の米どころであった。 武蔵国埼玉郡、東京都市圏。埼玉県内で唯一、町全域が利根川の左岸にあり、茨城県、群馬県、栃木県の3県と接する。また、電話の谷位料金区域が埼玉県内ではなく、茨城県小賀市と同一の古川 MA に属する。前述の通勤先でも東京特部に次いで2位が、茨城県小賀市であり、このように、 小菓市との結びつきが強く、同志、栃木県下津賀群の議長と三国サミット会議が発足され、相互理解が深まっている。北埼玉郡大乙女町、北葛飾郡栗橋町との合併により、東埼玉市の新設を目指す構想があった。その後、加須市と北埼玉郡大乙女町、北埼玉郡木材町との合併協議に転じ、二0 1年三月二十三日に、 新たに、かぞしとなった。下津賀郡の議長と北勝鹿郡栗橋町とは、わずかに接していない。町の施設国の施設警察消防大と根町、北川辺町市外局番は、町内全域が0280。同一市外局番の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、北川辺局のみ。 郵便番号は、町内全域が349から 12XX である。東武鉄道タクシーの営業区域は、県南東部交通圏で、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八し市などと同じエリアとなっている。オニバス自生地。ありがとうございます。